半前は先生です、土曜日になりました。今週の様子ですね、今週とか1ヶ月間の様子、試験投資のとかですね、試験投資、ライブの試験投資、こんな感じですね。でこのように、ね、投資となって、初めは徐々にここら辺から1万ドルですね、10月から2万ドル投資で、1万ドル投資でね、の試験ですね。それで1万9250円の利益と、このように上昇してきております、資金ね。資金前、20万ぐらい落としちゃってるんで、ね。やり直しですね。で、通してましたけどね。で、これなんですけど、インジケーターね。これは RS のインジケーターですね。単なる、この RSA の周期と、ね、上と下のね、買い売り数の見てるところですね。投資数が10で 60% 以上の分析でシグナルが出るかと思うんですね。こういうに出てきて、これは外れたわけですね。これは勝ったわけですね。これも勝った。これも負けたんですね。これは変わったんですね。まあこういうので14回あるんですね。8000時間前からね。ちょっとこれはまだ、それでこれまだちょっと一つ残ってるんですね。これがね、でね、これがね、ユーロ JP 倍がね、厳しくて、ユーロ JP 超えたな。ユーロ JP はね、これここまで落としちゃったんね。それで、慌てて。どうしようかね、取引はね、どうなったの、ここら辺で、ね、ここら辺でね、落としちゃったんで、でマイナス 1万ぐらいいったんですよ。999までマイナスになって。で、ここは、だからゼロ決算でやって、100円プラスになったけど、ゼロ計算でしました。めちゃめちゃ気が良かったです。こんなにね、ここで打ってね、1万円もこれ落としちゃった場合はね、儲けようと絶対しないということですね。それでね、ここのとこきつかったんですね。そういうことですね。まあ、ここのところきつかったですね。1万ぐらいは起こったんです。ここね、きつかった。ちょっとまた調整し直しですね。2020
2016年デルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売用先生です。で2017年は、2位でした。現在デルトレーダーは FX 統一となってます。ということでね、その私がスペシャリスト社の販売用先生が、試験投資ですね、FX の方が儲かるんでね、バイナリーオプション FX の方は1日で1億円稼げますからね、コンディションを整えてね、バイナリーオプションは1ヶ月500万円が精一杯です。難しいんでね、 FX の方で、頑張ろうと。まだ稼げてませんからね、ずっと検証、2年間の検証中ですね、ということがね。どうもありがとうございました。